小口一番街大口通商店街は、神奈川県横浜市神奈川区にある商店街。横浜市内でも、屈指の規模を持ち、周辺の商店街と合わせて大きな商業区画を形成している。区内の六角橋商店街と並んで、横浜三大商店街の一つに挙げられることもある。神奈川県道111号線の終点付近にある。 商店街で横浜線大口駅からおよそ200メートル南の大口通交差点と第二景品の交差点との間に位置している。口術の大口通り一番街を合わせると総延長は1キロメートル近くになり横浜市内でも有数の規模を誇る。近年その商業圏内にスーパーマーケットやトレッサ横浜などの大型商業店舗の進出が相次ぎ、 かつては横浜線を使いはるばる東京都町田市付近からもやってきたと言われた頃の勢いはだいぶ陰りが見える。大口通りの周囲には多数の商店街がある。第2京浜との交差点の先には大口通り一番街が小安駅まで伸びており、また大口通りの中間からは明けぼの通り商店街が西方向に伸び、さらに明けぼの通り商店街の先には7。 島通り商店街と続く。商店街の成立は古く、横浜大空襲の焼け野原から始まった。その復興は目覚ましく、商店街を統括する大口通新興商業組合が結成されたのは、終戦翌年の1946年のことであった。同年2月には、市内で最も早く復興したと言われる。この商店街を昭和天皇は、 全国最初の巡行地に選んだ。古くから大口通商店街内の商店街では、スタンプサービスを実施しており、加盟店で買い物をすると、スタンプが配られる。台紙をスタンプで埋めると、商品券として利用できるほか、催しの際の福引券の代替としても使える。また、地元金融機関で500円分の現金として、預金することもできる。2009年9月からは、 横浜市営バスと連携したお買い物バス制度がある。日中に指定された系統のバスに乗って大口通商店街へ向かうと商店街での買い物において商品の割引などの特典とともに帰りのバス運賃が無料になる。ありがとうございます。